ははいどうもこんばんば前回の動画でねマイナンバーカードの、ね、受け取りっていうね動画を出しましたけど今回はそのこのねマイナンバーカードを使って2020年の9月から一応電子マネーの還元があるっていうことでその、ね、手続きに必要な、ね、マイキー ID っていうものを実際に、ね、作成していきたいと思います。はいえっとね、まずねマイナポイントっていう、ね、ページがありまして。 そのページをねこうやって見ていくと実際にねこのマイナポイント取得ト利用までの流れっていう部分がありましてこの中のねステップ1っていうのがマイナンバーカードを取得するっていう段階ですよねこれはもうすでに僕は終わってるのでえ今日はねこのステップ2のマイキー ID の設定っていうところをやりたいと思います一応予定では2020年の,この7月に マイナポイントの申し込みっていうことができるようになるようですこの時にね好きなキャッシュレス決済サービスを一つ一つだけ選択することができるとまあ多分僕で言うと楽天エディとかねそんな感じだと思うんですけど結構ね何でもいいので一つ決済サービスを選択してマイナポイントをそこで申し込むっていうことですよねでそれが終わったら2020年の9月からねマイナポイントを取得するっていう段階に入るんですけど その時に例えばね僕で言うと楽天エディっていうものでマイナポイントを申し込みしておくと2020年の9月の段階で楽天エディで買い物をするとそこでね楽天エディとして25%の還元を受けることができるということだと思います。これがね一応現段階ではこの下の方に書いてありますけど予算案が今後の国会で成立することが前提となりますってなってるんで まだ決定じゃないんですよ決定じゃないんですけど今の段階で決定すればですね上限5,000円とした25%の還元を受けることができるということで例えば2万円の買い物したら楽天エディの5,000円分が還元されて受け取ることができるということだと思います、まあ、まだちょっとね気は早いですけど混んでくるとねちょっとバタバタ手続きとかでねワタワタすると思うので今おそらくねまだ誰もそんなにこういうことに注目してないうちに 登録してしてままった方がいいいと思います。じゃあ早速ですけどマイナンバーカードはもう取得したのでこのマイキー ID ねこっち側これを取得していきたいと思いますマイキー ID の取得方法としてはおそらくですけどこのマイナンバーカードのこの電子チップを読み取る必要があると思うんですねそれをやるのに Android のスマートフォンか iPhone かもしくは パソコン化っていうね、3つの方法があるんですけど、いずれにしてもね、この電子チップをおそらく読まなきゃいけないと思うので、対応してる機種があるということで、機種の一覧っていうのもね、実際にあるので、そちらを参考にしてもらって、もしね、対応してなかった場合には、読み取ることがちょっとできないと思うんですけど、そういう場合ね、パソコンでもできるんですけど、パソコンの場合はね、こういうカードリーダーっていうのが必要なの。おそらくこれで、このね、マイナンバーカードを読み取って、 やらなきゃいけないということなのでパソコンでやる場合にはこういうカードリーダーが必要になります、えー、今日はねまず僕のねスマートフォンピクセル 3a ですけどこれでね実際にマイキー ID を取得するところまでやってみたいと思いますまずねスマートフォンでマイキー ID の登録をしてみたいと思います必要なソフトがね2つ入れなきゃいけないソフトがありまして 一つがね、JPKI 利用者ソフトというものを入れる必要があります。Google Play の方から JPKI って入れるとすぐに出てくるのでインストールします。それともう一つですね、マイナポイントアプリっていうものが必要みたいですね。早速ちょっと入れてみたいと思います。はい、マイナポイントで検索かけると、マイナポイントってそのままの、ね、アプリ出てくるので、 こちらもね、インストールします。はい。インストールしたら開きます。マイナポイントアプリを今開いてます。はい。早速ですけど、マイナポイント利用のためにはマイキー ID の発行が必要です出て。出てますね。マイナポイントご利用準備をスタートっていうところを押します。はい。マイナポイントのご利用準備っていうページがあるので、そのまま次へ進むを押します。IC カードをセットしてくださいってありますね。えー、ここにね、 ちょっと接触させてみたいと思いますこうかなあ、ブーって言ったできましたこれブーってなってパスワードを入力って画面出てますね利用者証明用のパスワードを入力してくださいはい出ましたこれね利用者証明用パスワードですこれはね前回の動画でも散々やったのでね頭に入ってますけど利用者証明用パスワードは数字4桁のパスワードです これね、マイナンバーカードをこれ作ったときに実際にね、登録してると思います。あれおかしいね。あれ ?IC カード通信制御エラーって出るな。IC カードのコマンド送信失敗しましたって出ますね。えー、エラーが出て読み,読み込めないですね。どうもね、何回やっても、 マイナンバーカードから証明書が読み取れままませんというエラーーーになってしまいますねマイナンバーカード対応スマートフォンなんですけどね読み取れないっていうのがよくわからないですねこれねダメですねおそらく今ね20回ぐらいはやったんですけどマイキー ID のねこのマイナンバーカードのね読み取りがこれでねスマートフォンでこうやって V ってやって NFC でできるはずだったんですけどできない IC カード通信制御エラーっていうのが出て どうもね、証明書を読み取れないみたいなのでちょっとねパソコンでやってみたいと思いますじゃあねちょっとパソコンでやってみたいと思いますえっ、ー、とパソコンの場合にはマイキー ID の作成登録準備ソフトっていうのを入れるみたいですねインストールを押しますマイキー ID の発行ブラウザをインターネットエクスプローラー11に変更してください どうやらねインターネットエクスプローラー11にしか対応してないっていうねこの辺がまたねちょっとねお国のやることですよねちょっと対応がしょぼいっていうのかなインターネットエクスプローラー11しか対応してないっていうことみたいですねなんじゃそりゃって感じなんだけどねはい今ね、えー、インターネットエクスプローラーの11でねでマイナポイントの、えー、同じページにねやってきましたけど パソコンでね、やるためには、このね、IC カードリーダーライターっていうのが必要なのと、あとね、このマイキー ID 作成登録準備ソフトっていうのが必要みたいです。これをね、ちょっと入れていきたいと思います。はい、実行。はい、ダウンロードが終わりました。マイキー ID の作成登録準備ソフトのインストールですかね。はい、インストールします。 はい、えー、インストールします。次へ、次へ、次へ、次へ。インストール中って出て、電子証明書の更新通知機能を有効にすると、有効期限の満了日が近づいている電子証明書を通知させることができると。まあ、はい、にしときますかね、とりあえず。はい。正しくインストールされましたって出ました。完了、押します。 はい。セットアップ完了しましたね。完了します。はい。これでいいみたいですね。えー、まずね、インターネットエクスプローラーで開くっていうことと、えー、この IC カードリーダーをまず用意するっていうことと、このマイキー ID 作成登録準備ソフトっていうのをインストールする。今ね、全部やりました。早速マイキー ID の発行をしたいと思います。あ、許可。 かかでいいのかなするとマイナンバーカードを IC リーダーカー,ドカードにセットして次へ進むを押してくださいじゃあマイナンバーカードリーダーライターねまずちょっとパソコンに挿してみますねはい今パソコンにライリーダーライターを挿しましたで早速これ刺しますはいあ,あ光ってますねはい次へ進むを押しますあ,あ出た出た 公的個人認証、利用者証明用パスワードを入力してください。これはね、数字4桁で設定したものですね。早速じゃあちょっと入れてみたいと思います。はい、入れました。OK を押します。はい、おっと読み込んでますね。はい、あ、えー、こちらがマイナポイント利用のために必要なあなたのマイキー ID になります。あ、ここにマイキー ID が載ってますね。 マイキー ID を確認し、発行ボタンを押してください。発行します。発行してもよろしいですかはい。はい。マイナポイントをじゅ利用のための準備。マイキー ID の発行は完了しました。で出ましたね。マイナポイントをご利用いただくためには、マイナンバーカードまたはマイキー ID が必要になる場面があります。えー、この画面を印刷するね。このマイキー ID ね。これマイキー ID は、それぞれね、 どうやら覚えておく必要があるみたいですね。この画面を印刷って押して、とりあえず何でもいいから保存しておこうか。はい。えっ、ー、と、今ね、PDF でこの画面印刷したのと、一応、あれかな。一応ね、スクショも取っておきますかね、これね。この部分のスクショ取っておきますか。はい。これね、スクショの取り方、前ね、これ動画出したと思うんで、 それもしよかったら見てください、はい、これも保存しときます、えー、デスクトップに入れとこうかはいマイキー ID 保管しましたかはいはいこれでマイキー ID の発行が終わったみたいですねはいというわけでいかがだったでしょうか今回はねマイキー ID の発行っていうのをまずねやってみたんですけどこれがね想像以上に苦労しましたね えまず最初はねスマートフォンでスマートフォンの NFC のこの接触でねこれでできるっていう話だったんで僕の Pixel3A でねこれでやってみたんですけどこれがねどういうわけか何度やってもできなかったってことでどうもねアプリのレビューのとこ見てみると星1評価が並んでますので実際これかなりの人がこれこのスマホではねできなかったんじゃないかなっていう気はするんですけど僕はできなかっただけで。 実際他のスマートフォンならできる可能性はあるのでまあ実際ねこれやってみてやってみた方がいいと思いますただね僕の場合はこれできなくてもパソコンのこの IC カードリーダーねこれ持ってましたんでまあもはねこっちでやる予定ではいたのでやり方をねパソコンの方に切り替えてそれでこれ読み取ってやったんですけどこれは成功しましたただねパソコンでやるときもやっぱりねちょっとねやっぱり国が作る ってね、今まで散々ね電子申請関係でね散々僕はね仕事でも結構痛い目見てきたんですけどやっぱお国がやることっていうのちょっとねしょぼいんですよねまあ文句言っちゃいけないんですけどやっぱちょっとシステムがしょぼいっていうのがありまして、えー、このねマイナーポイントマイナー ID の発行で、えー、このね IC カードリーダー読み,読み込むためにはインターネットエクスプローラーの11年これじゃないとダメです。 僕は普段から使ってる Google Chrome とか Firefox とかね今 Windows 10の標準になってる Edge でも多分ダメだと思いますインターネットエクスプローラー11じゃないと対応してないっていうねうんこのね古いブラウザじゃないと対応してないっていうこのねこの情けなさっていうのかなこのまあ対応の遅さっていうのがちょっとねまあお国のやることかなっていう感じがしてしまうんですけど、まあ、何がともあれねインターネットエクスプローラーで 実際に、ね、登録することができました最初ねこれカードリーダーが読み込めなくてちょっと焦ったんですけどどうやらそれはねカードリーダーの、えー、インストールがちゃんとできてなかったまあインストールはできてたんですけど Windows の更新ができてなかったっていうことでおそらくねこのリーダーの対応している部分の更新がちょっと古かったソフトが古かったっていうことで、えー、読み込めなかったみたいなので Windows のアップデートをかけた後にもう一回やってみると無事に成功しました。マイナンバーカード自体が読み込めてしまえば、あとは簡単で、利用者証明者用のね、暗証番号をね、数字4桁のあの暗証番号をね、これ作るときに決めたと思うんですけど、それを入力するだけで、あとは自動的にマイキー ID が発行されました。で、マイキー ID っていうのは一応ね、ちゃんと保存しておく必要があるので、 必ずねそれは紙に書き留めるなりスクショ取るなりして取っておいてください。ということでまずはねこれでマイナポイントを受け止めるための準備が全て整いましたのであとは7月のね電子マネーの登録ができるようになるところまで待ちたいと思います。ということで今日はねマイキー ID の発行ということをちょっとね実際にやってみましたこの動画はねいいなと思ったら是非ねグッドボタンをお願いします。 あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、お願いします。